はい、給付金詐欺っていうのはね、昔からあるわけなんですよね。で、特にコロナ給付が始まったから初めて生まれたものではなくて、昔から助成金とか補助金とか給付金というものには詐欺がつきもので、だからこそそういった補助金とか助成金とか出した時にはですね、詐欺がある可能性が何パーセントぐらい詐欺がいるから、そこにどのぐらいの人員を割いていこうかな、そして詐欺の手口というのはどういうものが予測されるから内定していこうかなというものが最初からあるわけなんですよね。まあ、ですので今回の、まあ、コロナ騒ぎの給付金に関してですけども、こんなのね、もう予想されていたものがもう予想の通りに摘発されたということなんですよね。で、お金のスキルがないとまずはこういうことがバレないと思っちゃうんですよ。で、お金のスキルがないとこういうことが真っ当だと思っちゃうんですよ。だからその今回のね、給付金の詐欺に、かかった人もかけた方もどっちもどっちと、防御力があまりにもなかったかなと。お金の知識っていうのはね、全然ちょっとなかったかなっていうのと、プラスね、お金の知識だけじゃないんですよ。やっぱりそのお金っていうのは自分が何のね、誰のためになって誰に喜ばれてもらえてるのかってことを考えたら分かるわけなんですよね。その税金から非合法に不正な書類を作って持ってくるっていうのは、これは悪いことだって分かるわけなんですよ。で、商売にダメージがあったわけでもなく、もっと言ったらね、商売してないのに商売をしたことにして、そういう書類を作ってお金をもらうことがいいことだと思っちゃってやってしまってるわけなんで、見識があまりにもなさすぎるのと、モラルがあまりにも低すぎますよね。で、言うにね、人は損得で生きるんではなくて善悪で生きるべきだと私は思うんですよ。これが私の考えるきれい事なんですよね。で、お金に関しては誰かのためになったからお金がありがとうでもらえたのか、それともね、私利私欲のためにお金が集まってきたのか、引っこ抜いてきたのかってことで大きく違うわけなんですよ。まあ、ですので、このね、不正受給の甘い誘いっていうのがありますけども、これにかかっちゃう方も結局はお金に対してその程度のモラルしか持ってなかった、知識しかなかった、分別がなかったってことなんではないかなと私は思うんですけどね。ちょっと厳しい言い方ですけども、こういったね、言われのないお金を何とかしてもらわないと損っていう根性で始まってるところがもうね、アウトなんですよ。そういう人にビジネスもできませんよ。だからビジネスをするっていうのは、自分には何ももしかしたら見返りがないかもしれないけども、目の前の人をほっとけないって気持ちで、モチベーションが始まるわけなんですよね。これをやっても自分にメリットがないからとかね、ギブアンドテイクが基本だからとか、ウィンウィンにならないと自分が損だからって、こういうふうなね、二足三毛の根性でやってるようではビジネスっていうのはね、道が開けないと私は思うんですよ。まあ、ですんでね、徹底的に目の前の人のため、顧客のため、まずは信用を勝ち取るために、ゆくゆくは自分のためになるはずだから、まずは人のためにやってみると。でもね、無料で人のために何かやらせてもらおうと思ったって、無料でもやらせてくれない時代ですよ。ですんでね、やっぱその辺は自分の信用力を高める、そこに、周知しないといけないのかなと思います。そしてそのね、最も手っ取り早い方法が発信を続けるという、まあ、やっぱりね、ここに来るわけなんですよね。以上ですね。給付金、くれぐれもね、不正のないようにしてくださいね。まっとうなやり方をして十分私たちは対価を得れますんで、だからまっとうなやり方を軽んじてはいけないと。どんな人にも人の役に立つね、手法があります。まっとうな方法があります。いちいちインチキしなくても大丈夫なんですよ。そこはね、よくよく心に落としていただきたいかなと思います。